南波翔二郎は、プロ野球選手、実業家、音楽プロデューサー、大阪府生まれ、高槻高等学校を経て、1954年に関西大学に入学。2年生から4番打者を務め、関西6大学野球リーグでは1956年、春季リーグ、1957年春季リーグで優勝。1年下のエース村山実とともに、 当打の両輪として活躍し、1956年の全日本大学野球選手権大会でも決勝でエース島津志郎を擁する日大を下し、西日本の大学としては初の優勝を飾る。リーグ通算86試合出場、283、打数73安打、打率、258、7本塁打。当時の本塁打リーグ記録を打ち立てた。 大型三塁手として、関西の大学野球界を代表する選手で、同時期に、東京六大学野球リーグで活躍し、同じく本塁打のリーグ記録を作った、長嶋茂雄と並んで、東の長嶋、西のナンバーと称された。プロ入りに際して、ナンバーは中日ドラゴンズへの入団が内定していたが、長嶋の獲得見通しが立っていなかった、読売ジャイアンツの命を受けた、寛大の先輩で、 読売新聞運動部記者の坂本幸男から熱心な誘いを受けて本意。長島の入団が決まった後、巨人は南波に対して中日を選んでもよい胸通告したというが、南波は再本意せずに長島と二人揃って巨人へ入団することになった。1958年春季キャンプ初期の時点では、水原茂監督は二類、南波、三類、長島を構想していた。 しかし、長島の入団により三類種から二類種へ、コンバートされてきた土屋正隆との競争に敗れ、難波は、代打や外野種の控えとして40試合の出場に止まる。1959年は引退した川上哲二の後継を、与那峰なめ、王貞春と争い、一類種として17試合に、先発出場。同年は二類種、三類種、 外野手としても起用され、66試合に出場、本類がも5本打っている。しかし、1960年に王が一類手のレギュラーに定着すると、出場機会が半減する。1961年は土屋が国鉄スワローズへトレードされせい二類手不在の状況となるが、藤本真、塩原明ららの対等を横目にチャンスを生かせず、わずか10試合の出場に終わった。 1962年に西鉄ライオンズへ移籍するが、14、打席で8三振を喫するなどほとんど活躍できず、同年限りで現役を引退した。引退後は、デュプロに就職。非公式ながら、デュプロ公式野球部の設立、強化を支援し、1969年には、都市対抗野球大会に出場するまでに成長させる。その後、パイオニアに入社していた、 坂本幸男に誘われて、同社に転職。後に当時参加だったワーナーパイオニアに移籍、制作ディレクタープロデューサー、営業等を務め、その後取締役に就任した。プロデューサーディレクター時代には、長島茂雄関連の音源の販売権を取得した、他、佐田正史や小林幸子等を担当していた。2009年8月14日に心不全のため死去、した。 満7 4歳没。長島茂雄本人が主人公として出演した1964年公開の映画ミスター・ジャイアンツ勝利の旗でナンバーをモデルにした登場人物をサハラ・ケンジというセリフがあるが演じた。長島との交流は引退後も続いていた。長島関連の音源販売権をめぐって各レコード会社が争奪戦を繰り広げた際、当初ナンバーは黙って見ていた。 残り数社に絞られた候補の一つにまで、ワーナーパイオニアが残ってから、ナンバーは、初めて長島に会いに行き、他の人より、もしかしたら、僕が売る方がいいかもしれないとだけ伝えたところ、翌日に、長島から大田区の返事が来たという、ありがとうございます。